皆さんこんにちは、助産師のしおりみです。つくしです。そしてちびりぬです。ちびりぬです。ということで今回は、はい、産後ケアホテルにゆっくりしに行こういやー本当に今日をずっと楽しみに暮らしてきたね、待ちわびてたよね、うん、本当に待ちわびてた。神奈川県の川崎市に少し前にオープンしたホテルカフネという産後ケアホテルがあるんですけど、うん、そちらをねちょっと利用させていただくことになりまして、はい、今日から5泊6日、うん、ちょっと行ってきたいと思っております。チビリーヌが生まれてから早1ヶ月、うん、毎日ね昼間夜中関係なく2人で協力して、うん、なんとか育児やってきたんですけれど、うん、どうしてもね体力が回復しきらなかったりだとか、そうだね、なかなかやることやれなかったりとか、うん、そういうことがだんだんね重なってきたところで羽を伸ばしに行きたいと思います。はい、はい、そう、我々はあの実家サポートとかがね、うん、特にこうないお家で、まあ、つくしが育休を取ってくれてるので大人の手が2人いるのは、うん、あのありがたいことなんだけれども、うん、でもやっぱりこう2人でね交代交代で見てるとシュン、そうやっぱりどうしてもこう完全に疲れが取れるとか、うんうん、もう寝不足解消すっきりみたいなタイミングが正直全然ないっていうのがあるのでね、うん、ちょっとこう一月頑張ってきたけど疲れが溜まってきたタイミングだなというところを感じていたりもするので、ちょっと一回ねがっつり寝たいね。そうね、今日からの5泊6日はちょっとがっつりとお休みさせていただきたいなと思っているので、うん、楽しんで過ごしていきましょう。はい、じゃあ早速行ってみましょうかね。レッツゴー。はい、ということで到着しました。このホテルカフネはね、東急レイホテルっていうホテルの何室かを使ってやってるっていう感じみたいなので、うんうん、看板とかはね東急レイホテルっていうふうに結構書いてあるんだけれども、うん、今からチェックインをして、はい、いよいよ中に入っていきたいと思います。いやー楽しみね、うん、久しぶりだねこんなさ旅行みたいなの、うん、はい、ということで無事に到着しましたので、はい、簡単にルームツアーをしてみようかなと思います。イエーイ。お部屋をまず入るとこんな感じで、まあ綺麗ですね。ちゃんとあそこに授乳クッションがありますね。しっかりめね、しっかりめの授乳クッションもありつつ、ベッドが2台あって、窓からの景色はお散歩で行きそうな芝生ゾーンがありますね。この反対側にはさ、多摩川がさ、もう流れてるんだよね。そうみたいだね。うん、少し川好きだから行きたいんじゃない。いやもうさっきさ、廊下歩いてる時に窓から川が見えてさ、うん、降りたくてしょうがなかったよちょっと時間見つけて川沿い散歩に行こうか、うん、行きたいね。でここはね、ちゃんと作業机みたいなのがあって、うん、お仕事したりもね、できそうよね。台のスペースが広くてさ、ね、椅子も2脚あってさ、本当にここが非常に広い、うんね、そしてこのお茶とお水は飲み放題だそうです。しおりいつもめちゃめちゃ水分買いためるから。そうなの、ありがたいよね水分取り放題は非常にありがたい、うん、そしてこれが今持ってきていただいた今日のおやつだって。アフタヌーンティー。ねえ、ティラミスとお茶だよ。嬉しすぎる。こんなさ、うん、おやつをご用意いただけるなんて嬉しいね、うん、もうね泣きそう嬉しい、ご褒美だね、うん、そして水回りを見てみると、まあ、こんな感じのユニットバスだね、うんうん、まあ、一般的な、はい、綺麗なユニットバスという感じで、はい、大浴場が ね, ねあるらしいね。さっき聞いたところによると綺麗な大浴場があるっていうので、ね、絶対行きたい。大きいお風呂にゆっくり入りたいね。入りたい。はい、というような感じでお部屋は非常にいい感じでございます。イエーイ。ここでまったり過ごしていこう。で事前にアンケート、あのフォームでお答えいただきましたけれども、はい、今一番お困りのこととか何かあったら教えていただく。そうですね、もうやっぱり2人とも一月経ってきてちょっと疲れてきたねっていう時期なの で、ね、はい、こちらに伺ってる間はもうがっつり寝たいなっていうのがゆっくりしてまず体の疲れを取るっていうのが一番だなというふうに思いますね。期間中はもうとにかくゆっくりのんびりということで、はい、
合間に授乳を挟んでいただいてっていうようなところで、はい、よろしいですか。はい、はい、夕食が来ました。美味しそうだね。いやめっちゃ美味しそう。夕飯をいただきましょう。はい、赤ちゃんはあっこでここにすやすや寝てくれてるのでご飯を食べちゃうと思います。はい、めちゃめちゃ美味しそうだね。めちゃめちゃ美味しそう。誰かにご飯を用意してもらえるってありがたいね。なんて素晴らしいことなんでしょう、ね、うん、うんうん、これキヌアじゃない？これがキヌア？私キヌアの顔知らないんだけど、これキヌアな気がする。ほんと？うん、うまっ。さっき、うん、赤ちゃんをお風呂に入れるためにちょっと預かってもらったんですけど、うん、30分40分ぐらい預かってもらっただけで寂しくて大変だったねもうなんかこっちがお願いして預けてるのに勝手にすごい寂しくなっちゃって、うん、なんか戻ってきた時に愛おしくてたまらなくなっちゃった。よく帰ってきたねこっちが預けてるのにね、お願いしてるのに今回は今までの疲れを癒して、うん、今後元気にまた育児をやっていくための期間だから、うん、ちゃんと休めるところは休まないといけない。そう、英気を養うために来たからね。 そこのところ気持ちを強く持ってやっていかないと離れたくなくなっちゃう、うん、でもそうやってさ寂しいなとか思えるのってさ、うん、心の余裕がある時じゃん。本当にそう。だからさ寂しいとか思わさせてもらえてることにさ、うん、感謝よね。そうだね。ちょっと休ませてもらってるってことだからね。うん、こうやってさ、ゆっくりご飯を食べながらさ、ゆっくり話せる時間もありがたいよね。そうだね、うん、すごい今贅沢な時間もらってると思う。本当に、うん、本当にお家でさ、泣き止まない時とかは、うん、もう片っぽがご飯かき込んでる間にさ、片っぽが見てて、うん、一人が食べ終わったら交換をして、うん、わーって食べてみたいな感じのお家ではなるからさ、今5時だけど、5時半か、うん、普段家で5時半って言ったらチビリーのお風呂を慌てて入れて、うんうん、隙間時間があったら夜ご飯を作りつつ、うん、片方が寝に行って、そうですね、ちょっと休んで、そう夜の交代に備えるみたいな時間帯だから、うん、ね、こんな座って2人でご飯食べられるなんてありえないから ね本当に2人で同じもん食べて、うん、美味しいねって言って、ね、育児の話をこんな相談し合ってみたいな時間はないよ、うん、普段。そうだね、ありがたいことだ。いや本当に、なんか1日目のさ、来てすぐでさえこんなにさ休ませてもらってさ、うん、5日後さ、我々どうなっちゃってるんだろうねどういうこと？なんかそのどこまで回復しちゃうんだろうね、うん、めっちゃ元気にはなると思う、うん、だってまだ来て 2,3 時間でこれだからね、うん、だいぶ元気になってるね、うん、なぜかすでにごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあまたちょっとゆっくりして、はい、お風呂行こうかね。行きましょう。はい、ということでゆっくりお風呂に入って帰ってきました。まったりできたね。めっちゃまったりしてるね、うん、でお風呂から出てちょっと授乳までの間お部屋でダラダラとしていたんですけれども、なんとこのホテルでは1日5食もご飯がいただけるということで今夜食のちまきが届きました。イエーイ。ということでお夜食を食べて引き続きまったりしたいと思います。お夜食も食べ、一回授乳もし終えて、今日は一旦赤ちゃんを預けさせていただきました。夜間は3時間おきに搾乳をして、その搾乳を飲ましてあげてもらうという形でお願いをしようと思ってます。こんなにがっつりと休ませていただけるのは本当にありがたいですね。つくしさんも今日はぐっすりと休んでくださいね。たくさん寝ます。おはようございます。おはようございます。2日目の朝ですけれども、はい、今朝ごはんが来まして、はい、今日の朝ごはんはこんな感じになっております。すごい嬉しいね。嬉しすぎ。早速いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。昨日は休めましたか？いやもうぐっすり子供が生まれてきて、うん、初めてこんなにまともに長く寝たなって思ってる、うん、
よかったよ、すっきりした、ちょっと。いやすごいすっきりしたよ、本当に。本当、元気チャージされてる。頑張れそうな気持ちあるもん。いいね、おいしい。しおりは夜はどうだった？やっぱり搾乳では起きてたけど、寝られた？今は私は母乳だけでさ、育ててるからさ、もう4時間、5時間、6時間とか寝ちゃうと、胸が張っちゃってトラブルになるからさ、3時間おきに起きるのは自分のためにもしないと今はね、いけないから、ぶっ通しで寝れないのはしょうがないよねって感じだよね。そうか、なんかどうにかしてしおりにもぶっ通しで寝てほしいなって思っちゃうけどね。なんかおっぱい貸してもらったら、ね、俺がつけてね、そうしたらいいのにね。家にいるとさ、ちびり犬が寝てくれててもなんかふにゃとかもぞもぞとか、そういう物音が気になって、大丈夫かなって、目が覚めたりすることが多いんだけど、スタッフさんがしっかり見て預かってくれてるとさ、もう泣き声も気にしないでぐっすり寝させてもらえるし、それだけで全然違うなって、一晩目にしてありがたみを強く実感してるよ。睡眠に集中させてもらえるってすごいことだよ、すごいことだよ。赤ちゃん見てくれてるスタッフさんが助産師さんだけじゃなくって、なんか保育士さんだった方とか、ベビーシッターさんとかもね、いらっしゃるみたいなんだけど、そういう方々のありがたみをさ、ひしひしと感じるよね。本当に私、授乳のさ、次どういう風にしたいと思ってるとかさ、次は搾乳しようと思ってるとか、次は直後でやろうと思ってるとか、そういうのもすごいこう意思を尊重してもらえてるし、搾乳とかもね、預かってあげてくださったりするんだよね。だから今母乳育児をどうしたいと思ってるとか、どういうふうに授乳を進めていきたいと思ってるとか、そういう意向を変えることなく過ごせる、こういうとこに入るとさ、そのやり方に合わせなきゃいけないのかなとかも考えるかもしれないけど、自分がやりたいと思ってる方針のまま協力してもらえるっていうのはありがたいなって思った。確かに結構さ、産む病院とか産院とかによってはさ、頑張ってできるだけ毎回母乳であげましょうみたいなのがさ、あって、それが辛いみたいなさ、話も聞いたりするけどさ、ここは本当に自分がどうしたいか尊重してくれるし、ちょっと次だけこうやって変えてみたいんですけど、みたいなのもさ、話聞いてくれるなって思う。産後入院期間中に自分が望む授乳スタイルに持っていけないで退院する方って多いと思う。でそっからどうやったら自分の望むスタイルにしていけるのかが分かんない人って多いと思うんだけど、そういう調整すごいさせてくれそうって思う。確かに、なんかいいバランスで混合にしたいとか、できれば看護にしたいとか、おっぱいのトラブルを起こさずに甘味に移行していきたいとか、いろんな意向があると思うんだけど、その意向に合わせてのんびりこう調整させてもらうっていうのができそうな場所だなと思うと。何日かこうやって滞在するとさ、着実に寄り添ってサポートしてくれそうな感じあるよね。そういう不安がある人にもいいなって思った、ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。この後はね、ホテルカフネの中で赤ちゃんを預かってくださるベビールームっていうのがどういう場所なのかっていうのね、気になる方が多いんじゃないかなと思って、私たちも見てみたいしと思って、ちょっとお邪魔させてもらえますかって聞いてみたら、どうぞどうぞって言ってくださったので、ちょっとベビールームにお邪魔して、預かってもらってる間、ちびり犬はどんなところで過ごしてるのか見学していきたいと思います。行こう。ここの部屋がベビールームだそうなので、行ってみます。あ、すいません、おはようございます。こんな風になっているんですね。すごい、コットが並びまくっている。あ、ここで体重を測ったりしてくださってるんですね。元がホテルの部屋だったとは思えないぐらい新生児室。沐浴とかはどこでしてくださってるんですか？沐浴だけやるときはこっちでやるんですけど、沐浴指導のときはここにちょっと設置して、沐浴指導のときはベビーバスをここに設置してやられてるということでございます。もうちょっとしたら授乳の時間だね。は
い、今日のおやつは大学芋です。なんだかチビリーナね、ずっとすやすや寝てくれていて、我々もゆっくり休めております。すごい居心地良さそうだよ ね、うん、つくしもグーグーお昼寝してたね、さっきまで。寝起きなんで画面外にいますいいね。おやつ食べた後はお部屋で今度は整体を受けます。整ってください、うん、なんか結構無料メニューみたいなリラクゼーションがいっぱいあって、足湯とか足のリンパマッサージとかヘッドスパとかホットストーンとか、そういうのは滞在中こう1回ずつぐらい無料でできるよっていうオプションが結構あって、毎日のように何かしらリラクゼーションを受ける感じになってます。今日やる整体はプラスでちょっとお金を払って受けるやつなんですけど、お産後骨盤がなんか緩んでたせいなのか、退院してきてからなんか足の付け根の痛みに悩まされることが多くてですね、それが改善したらいいなと思って整体を受けることにしました。はい、整体でリフレッシュして2人でお散歩に出てきてみました。2人で散歩なんて久しぶりだね。めっちゃ久しぶりだよね。生まれる前に散歩しまくってた時ぶり。そうだね、しおりのお腹が大きかった頃ぶりだ ね、川沿いにお散歩に来ました。いいね、いちごで飲んでるね、うん、泊まってるホテルがすぐここで、すぐ横が多摩川となっております。なんていい道ね、気分転換にお散歩に来るにはもってこいですわ、ね、あの奥に羽田空港があって、あれ、うん、飛行機がいっぱい並んでます。飛行機飛んでるの見るの結構好きだから楽しいわ。いっぱい通るもんね。うん、福士さんは何食べてんの？これセブンで一番好きなホットスナック。何？ささみ揚げの梅しそ味。それ好きだよね。これめっちゃ好き。いつも食べてるよね。いつも買っちゃう。気分転換になりますね。うん。はい、今2日目の夜9時半ぐらいなんですけど、はい、お夜食を食べ終わったにもかかわらず、今からおやつを食べようとしています。晩酌、はい、タイム。生態好き言わないレモンド。はい、ちょっと晩酌タイムを今日は楽しんでみようかと思ってます。シビリーナがあっちの方でほにゃほにゃずっと言ってます ね。もし泣いちゃったら抱っこしましょうということで、本日もお疲れ様です。乾杯。クリームってこんな美味しかったっけ？美味しいよ、大好き私。美味しいな。美味しいよね、うん、いつもはこの時間はもうつくしが仮眠とって、うん、私が一人で見てるみたいな時間だから、そうね、晩酌することないもん ね。この時間に寝てなかったらもう寝れないなっていう時間だから、うん、本当はそうだね。嬉しい、嬉しい、いっぱい寝れてる。この後寝られるのが分かってるから、うん、この時間に晩酌ができるもんね。ね、うん、ありがたいことだ。ありがたい。今日はね、この次の授乳ぐらいまではお部屋で一緒にいて、うん、はい、深夜ぐらいになってきたらお預けして、うん、一緒に休もうかなと思ってます。いいね、うん。